曹操軍は城を襲い、迎撃の構えを見せています。表示用図、敵前衛を撃て、たやせ。敵は城を背に固く守った。まずは前衛を突き崩さねば。ここは伊奈にお任せを。突撃します。突破口は俺が開く。みんな、鍛錬の成果ここに示そう。連携を試す、またとない機会。やってやる。ああ、私も続こう。天気、あなたにだけは負けられない。これが忠勝が娘、みんな、入ります。みんなども、やはり来たか。スポッタイに行くぞ。鬼神の娘が相手になろう。計算通りです。今こそ策を披露しましょう。ここぞ。これ素晴らしき技の数々。厳しい鍛錬の賜物ですね。前衛の敵将に戦力を集中させれば突入も可能。戦力こちらの守備で薄くなります。苛烈に攻めねば勝てぬ。敵は曹操ぞ。敵将、そこを動くなよ。俺に勝てると思ってんのか。真理の槍に貫けぬものはない。いざ勝負。いただきましょう。まさに英雄と呼ぶにふさわしい勇士。文次元、謹んでお相手する。いざいざ行こう。なにゃん。気を回してはならぬ。攻めすぎ。あなたならやってくれると信じていました。策を使う余裕もないか。ここぞ。うぬがぶ、見事ぞ。遅れは取らん。さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。天下無双の武勇、心強く思う。なかなかおらん。
しまうとはな。素晴らしき技の数々、きっと厳しい鍛錬の賜物ですね。前線の指揮を預かる身だが、虎の最中、目の前の獲物を狩らずには折れ。残念だが、狩られるのはそっちだ。獣を狩るのは得意なんだ。城に迫れるはずだ。これより城攻めにかかる。献身法、準備はよろしいですか。逃走楽しま、羽上、影勝つ、いざ共に。決めますぞ。にぎやかに参りましょう。兵には一目置かざるを得ない。決めますぞ。天下無双の逃走反応設計。敵将と城には近づかせねえ。この俺が止めてみせるぜ。城へは任せない。覚悟して。いただきましょう。全てをつなぐ。父上、ここはお任せを。先に追いきなさい、剣心。この娘をアヤがしつけてあげましょう。敵将、打ち取った。さあ来やがれ。お前なんざ人ひねりだ。ここぞ。まあ見事に負けちまうとはな。じゃあ感服します。これが一流ってことか。この一歩勝負を決める。じゃあ息子たちに示しがつかねえ。天飛と張飛の強さ思い知れ。打ち取った。我とてしかり。剣心が逃走、ここに示さん。さあ先に出してやろう。敵将、私の知略が破れようと。エリギッシュで打ち払う。さあかかってこい。見るしかない。うぬが見事ぞ。次は絶対負けねえからな。剣心公たちのご活躍により門は抑えます。解明には時間がかかりそうです。それも想定内のこと。この間に別の攻め口を開く。忠勝、よろしいですな。本田平八郎忠勝、道を切り開いて参る。出番じゃないの。消えますぞ。敵将、敗北というのもなかなか。お前と戦えるが楽しみだ。あなたならやってくれると信じていました。決めますぞ。決めますぞ。俺に勝てると思ってんのか。楽しみの時間ですぞ。
んざ行かん。にゃん。天下無双の武、讃えるに値する。己、これで勝ったと思うなよ。お楽しみの時間ですぞ。決めますぞ。敵将の差がありすぎて。ひと言だかず、貴様とならば楽しめそうだ。死ぬよ。相手にとってクソなし。いざ。我が策では止められなかったか。信じた。やっぱりお前は頼りだ。さあ来上がれ。お前なんざひとひねりだ。おう、俺の前に立つか。いい度胸。なかなかやるな。貴様の火曜日を覚えておいてやろう。共に不義の輩を打ち払う。うん、城内にはまだ敵が潜んでいるはず。注意して進みましょう。俺の負けだ。うぬがぶ、見事ぞ。出番ですな。決めますぞ。にぎやかに参りましょう。ここは遠ざ。すべてを貫く雷鎮よ。せいや、にぎやかに参りましょう。決めますぞ。にぎやかに参りましょう。デフォルムを返す。押して参る。城の奥深くまで踏み込むとは恐れ入った。王道、勝負と参ろう。今こそ攻め立ててやろう。その通り、構わない。あなたならやってくれると信じていました。勝者とまみえるは誉れ。来い。兼続こそ天下無双。今のあなたは愛の究極に昇華した決勝。決めますぞ。さあ来やがれ。お前なんだ、ひとひねりだ。しまうとは。おい、我が自由で葬ってくれるわ。我が策では止められなかったか。投げ勝つ。よくやっている。勝ったと思うなよ。出番ですな。強者とまみえるは誉れ。来い。どこに参りましょう。決めますぞ。決めますぞ。決めますぞ。にぎやかに参りましょう。打ち取った。打ち取ったわ。
俺の腕見せてやる。さすがにござる。ここまで来る存外やる。あなたならやってくれると信じていました。不義の輩を打ち払う。私の新参の前ではあなたは無力です。城を取った我らが優位であったはず。あなたの見事に覆されようとはなおですが、まだ勝敗は決していません。私たちお相手しましょう。そう思う時の前に立つか。ならば撃つのみよ。影勝つこそ天下の勝利。我が心にかかる雲なし。この撤退は筋書き通りです。負けを認めざるを得ん。全員引き、厳しい戦だったが、どうにか勝利できたな。我らも兵をまとめなくては。まさか我らが戦い消耗するこの時を狙っていたのか。今一度戦意を振り絞る。死力を尽くし妖魔どもを食い止める。となる働きを、その心意気、あっぱれなり。この戦場、俺がトントンに乗り込んでやる。ざるを得ない救援感謝します。
一言に尽きる。そなたほどの勇士なかなかおらん。にぎやかに参りましょう。決めますぞ。せいや決めますぞ。はあ、決めますぞ。せいや決めますぞ。はあ、よ決めますぞ。はあ、決めますぞ。拝見しました。自分の非力さがもどかしい。さらに精進なさい、加熱に。
ぎ切れないか。全員進め、ノーマどもを殲滅せよ。お待たせよ。敵を滅せん。敵将討ち取ったり。お前のような大器はなかなかおらん。俺の方が焦ってしまうわ。信長よ、待たせたな。じらされるもまた一歩。この地獄共に楽しもう。切れますぞ。金積みこそ天下無双。切れますぞ。今のあなたは愛を究極に昇華した結晶。あなたならやってくれると信じていました。この程度の敵を抑えてみせるぞ。お前はさっさと行け。敵は多勢ですが、あなた方になら任せられる。さあ、妖魔よ、我らが相手だ。信行殿は終わらせんぞ。さすがの働きが、軍師が味方でよかった。敵は俺たちで止める。その間に敵の大将をぶっ飛ばしてくれ。ここは逃走。将来殿、周大殿、その使命果たしてみせます。諸葛亮殿のご助勢を頼みます。ここは私が防ぎますので。すまぬ、文王殿、頼んだぞ。どれだけ四万を呼ぼうとも、あなたを撃てばそれまでです。清盛が手薄になった。今こそ補正。見事、お前らしで
ぞ。ほら決めますぞ。いきなり参りましょう。大国のもの、なかなかお前と戦える気が楽しみだ。決めますぞ。私一人では抗いきれません。ですが計算通りであればさらせ。諸葛亮殿、お待たせした。これからは我らも共に龍馬を食い止めてくれている皆のためにも我らで清盛を討たねば。清盛が千万など舞を打てるとなめられたものじゃ。さすがですね。頼りがいがあるって感じです。よし、無敵の体に挑もうぜ。これが天下無双のもののふのあり方。しかと拝見しました。だけの力ではありません。この戦場にいる皆の力が合わさってこそ得られた勝利。はい、この絆こそが我らの武器となるはずです。
うまく成功したか。Oh, my God.